lifetime in review. Ed eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchiha Gamer che vi parla e siamo tornati su Dragon Ball Z Kakarot. Siamo qui esattamente nel punto in cui ci siamo salutati la scorsa volta, o meglio, siamo qui nei panni di Trunks e Gohan e dobbiamo andare a West City in quanto Bulma ha ricevuto una foto di una quella che si presuppone essere una macchina del tempo. Dovremmo capire di chi si tratta e andiamo a chiedere spiegazioni o comunque a scoprire il perché ci sia una macchina del tempo proprio lì. Ok, trova la macchina del tempo. Ok. Fatemi prendere queste sfere. Sì, abbiamo un po' di sfere per potenziare tutti. Eccola. あ、ブルマさん。来たわね、2人とも。これが例のタイムマシンですね。ええ、そうなの。 じゃあ、俺のタイムマシンを出してみます。見てください。これが俺が乗ってきたタイムマシンです。確かに2つとも同じもののようですね。でもこっちのはここに来て随分時間が経ってるみたいだけど。 この穴、高熱で中から溶かして開けたような。中を調べてみます。これは。あ、何これ。わかりません。ですが、このタイムマシンの中に。 これ、何かの卵よね。一体何が？おかしいのは、この卵だけじゃないんです。え？中のパネルを調べてみたら、このタイムマシンがいつの時代から来たのか分かったんですが。 何よ。当然あんたと同じ時代だったんでしょ。それが俺のいた時代の3年後の未来から来ていたんです。3年後。そしてこの時代にやってきたのは今から約4年前と記録されていました。 この前俺が来た時より1年も前にこいつは来ていた。一体何が、何のためにやってきたんだ。俺の時代とこの時代の人造人間が違っていたのは俺がこっちに来てしまったからだと。だから歴史が随分変わってしまったんだと思っていました。でも もしかすると変わってしまったのはこいつのせいだったのでは。なんだろう、あれ。どうしたの？
いえ、あれは何かなと思って。な、何よこれ。抜け殻ですよ、これ。ひえ、抜け殻。こんな大きなセミみたいなのが。多分こいつがタイムマシンに残っていた卵の中身。ええ、それが成長して抜け殻から出た。しかしどうやってこの時代へ。誰かが卵を送り込んだのか、何者かが卵と一緒に来たのか。ねえ、正直言って嫌な予感する。はい。だったら早くこの場から消えた方が良さそうね。あんたたちはカメハウスにいるんだったわね。何かあったら連絡するから。わかりました。一体何がどうなっているんだ。わからない。さっぱりわからない。SR。OK。ご飯たちが発見した謎の抜け殻。それを神は神殿から驚愕して見つめていた。神の恐れた通り、抜け殻のあった場所の近くの町では、恐怖の兆しが起こり始めていたことをニュースが伝える。調査のためトランクスとクリリンは町へ向かい、待ち受ける災いを避けるため、神は己の運命を受け入れ覚悟を決めるのであった。私が神を捨て戦士として役に立たねばならぬ日がやってきそうだ。今の地球に必要なのは神ではない、強者なのだ。同じ頃、人造人間との戦いの後別行動を取っていたピッコロもまた覚悟を胸に神の神殿に到着しつつあった。未来からの刺客、ロスパベントーゾビオアンドロイドデルフュトーロ。まさかあの場所へ行く時が来るとはな。覚悟はいいか、神よ。ん？これは凄まじい木の塊だ。Tanto fammi un po' esplorare qua che magari c'è qualcosa. Prima di vedere Kami. Che qua forse c'è qualcosa da vedere, da qualcosa da raccogliere magari.Mi sa di no. Quindi, a parte le sfere, quindi c'è una sfera Z enorme, gigante. Ah sì, che c'è, visto? Ok. Poi basta. Possiamo parlare con Kami.神よ、俺が何のためにここに来たか分かっているだろうな。分かっているぞ、ピッコロよ。今この地球に起きようとしている災いに対して私の名ばかりの神の力ではあまりに無力だ。ならばこの俺と一つに戻る覚悟はできているな。もちろんだ。だがこの私に迷いが残っているのもまた事実。
なんだ、この後に及んで腰が引けたか。かもしれぬ。お前に私の迷いを消し去ることができるか。何？かつて未熟な私は邪心を抱いてしまった。横島な心を持ち魔の道に落ちた者は魔族となる。我が半身がピッコロ大魔王となったように。もし融合した後にその過ちを繰り返せば人造人間以上の悪夢となろう。ふん、回りくどい。何を迷うことがある、さっさと言え。お前のその潔さも私の迷いを消し去る力の一つだ、ピッコロよ。では尋ねる。本当に今が一つになる時なのか、まだ慎重に様子を見るべきではないか。Diciamo che, raga, entrambe le risposte potrebbero essere quelle di Piccolo. Però io direi... Kudaran. Nani ga tachifusagaro to nejifuseru made da. Hou. Dewa mou hitotsu tazune yo. Omae to watashi ga yugo suru.それはドラゴンボールが失われるということ。本当に迷いはないか。Beh, le sfere non sono un problema. Se poi alla fine il mondo non c'è più, a che servono le sfere se poi il mondo non c'è più comunque alla fine? そんなものに意味はない。このまま戦えば俺は奴らに倒され貴様も消え、いずれにせよドラゴンボールは失われるだろう。appunto vedi il ragionamento che ho fatto io, quindi alla fine non cambia niente. 奴らに人造人間たちに勝つしか道はないんだ。そうか、確かにお前の言う通りだろう。私も覚悟を決めたぞ、ピッコロよ。私が神を捨て戦士として役に立たねばならぬ日がやってきたようだ。そういうことだ。今この地球に必要なのはスーパーパワーを手にした俺なんだ。わかった、この身をお前にやろう。神様。基本ベースはこの俺のままだ。いいな。それでいい。私はパワーアップのきっかけと広い知識を与えるだけだ。下界へ戻ったらジンジャータウンへ行け。そこで化け物が今も暴れておる。詳しいことは話さずとも融合すれば私の知っていることの全てがわかるはずだ。わかった。いろいろ世話になったな、ミスターポポ。はあ。さよなら神様、死なないでください。もう神でもピッコロでもない。本当の名も忘れてしまった。ナメック星人だ。じゃあ行ってくる。
Ok. E ora possiamo andare a fare la missione principale. Vediamo un po' qui a Ginger Town cosa c'è.何者だ貴様。教える必要はない。お前はすぐに私の食事になるからだ、ピッコロ大魔王。なぜ俺の名を知っている。言ったはずだ。教える必要はないと。なるほど、話すつもりはないか。 だが残念だったな。人違いだ。貴様がここの住民を全て消してしまったのは俺には好都合だった。どういうことだ。思いっきりやれるからさ。 È ora di fare a botte. Tieni, mostro. Beh, vabbè, per chi conosce la saga di Zeta. Sa di chi è questo, sia chi è questo. Via. Ha usato il macanco sapo. Boia! Dai, tieni. No! Ma m'ha preso? Vai. Dai che sei alla alla penultima. Piglia. Bam. No, ha fatto il colpo del sole. No. Prendi. Cavolo. Dai, vieni qua. Fine. Chissà
様は何者なのだ。なぜ孫悟空やフリーザたちの気を持つ。いいだろう、どうせ貴様は死ぬんだ。教えてやろう。私の名はセル、人造人間だ。生み出したのはドクターゲロの使っていたコンピューターだ。またドクターゲロか。その昔、ドクターゲーロは戦闘の達人たちの細胞を集め、合成させた人造人間の研究を始めたが、時間がかかりすぎるために断念した。しかし、コンピューターはその作業をそのまま続けていた。孫悟空、ピッコロ、そしてベジータの細胞を採取し、さらにフリーザ親子が地球に来た時にもまた採取した。ドクターゲロの作った橋のように小さなスパイロボットでな、すでに必要な細胞は集まり、研究は始まっている。完成するのは24年も未来のことだがな。バカな、ドクターゲロの研究所は破壊されたはずだ。コンピューターがあるのは研究室のもっと地下の部屋だ。貴様がこの時代に来て卵からそうなるまで3年間かかったのだ。一度卵に戻ってしまうと再び熟成するのに地中で3年必要なんで。なるほど。では最後の質問だ。貴様がわざわざ未来から来た理由は何だ。私が完全体になるために必要な二つの生命体をコンピューターが教えてくれたのだ。それが人造人間17号と18号だ。何？ところが私が動き始めた私の未来にはどうやってたのかは知らんが、17号たちはいなかった。しかし運よくトランクスはタイムマシンを持っていたので、そこで私はトランクスを殺し17号たちを求め、タイムマシンでこの時代にやってきたというわけだ。なぜこの時代を選んだ。さあな、トランクスのタイムマシンがこの時代にセットされていた。私はスイッチを押しただけだ。そうか。おそらくトランクスが未来の人造人間をうまく破壊することができ、それを知らせるためにセットしていて。コンピューターはこうも言ったぞ。完全体になれば想像を絶するような恐ろしい力を手中にできると。おかげで謎が全て解けた。完全体にさせるわけにはいかんぞ。ピッコロ、トランクス、なぜあいつが。そうか、あいつタイムマシンでこの時代にも。こいつがジンジャータウンの人たちを襲ったのか。そうか、こいつが例の抜け殻から出てきたのか。そうだ、詳しくは後で話す。今はこいつを片付けるのが先だ。この場は退散するしかなさそうだな。だが
17号と18号は必ず手に入れてみせよる。太陽拳ゴッ。しまった。いない。くっそ、逃げられた。この折、気配を消してやがる。突然現れた2つのバカでかい戦闘力を持ったやつのうち1つはかき消えたが、もう1つは残っている。何者なんだ一体。ピッコロだと。話せ、今ここで何があったのか。天津飯もこっちに向かっているようだ。奴が着いたらまとめて話す。その前にこれだけは聞いておきたい。なぜ急にそれほどの戦闘力をつけたんだ。神様と再び合体したんだそうです。それだけで。ふざけやがって。どいつもこいつも宇宙一のスーパーサイヤ人をあっさり出し抜きやがって。頭に来るぜ。なあカカロット。来た、天津飯だ。わかった、すべてを話そう。なるほど。セルが完全体になるのを阻止するには奴を何とか探して殺すか、17号18号をやはり探して殺すか、そのどちらかだ。俺はまだそれほどでもないパワーのうちにセルを倒すしかないと思うが。せこい作戦ばかり立てやがって。合体したいんならさせてやればいいだろう。俺は敵がどうなろうと構わん。ぶっ殺すだけだ。甘く見るなベジータ。俺たちの手に負えなかった17号たちをセルは遥かに超えるというのだぞ。この俺に偉そうな口聞くんじゃねえ。俺は超えてやる。必ず超えてやるぞ。スーパーサイヤ人をさらに。スーパーサイヤ人をさらに超える。なあ、これから研究所に行って未完成のセルを破壊しても無駄か。いえ、破壊しておきましょう。少なくともこの次元の未来ではセルは誕生できなくなります。よし、クリリンとトランクスは研究所に行ってくれ。俺と天津飯はもう少しこの付近を探ってみる。はい。じゃあ見つかりそうになかったらカメハウスに。テレビのニュースを見ていれば位置がつかめるかもしれない。よし、行くかトランクス。はい。エスペリエンサストーリア。スーパーサイヤ人をさらに超える。考えたこともなかった。 Allora vediamo un po'. Laboratorio di gelo. Missioni secondarie non mi pare. Eccola lì la luce rossa. Computer と未完成のセルが。ここだよな。
はい。どうする？もう破壊しちまうか？いえ、その地下の研究所の中も調べてみましょう。もしかしたら人造人間攻略のことで何かヒントが手に入るかも。それもそうだな。よし、行ってみるか。Krillin e Trunks controllano l'interno dei sotterranei del laboratorio. Dopodiché distruggono l'intera struttura per impedire a Cell di svilupparsi. Yattara! Eh! Kore de kono jidai ni Cell wa umarezu ni sumimasu ne. Sore ni shitemo omoi gakenai shoukaku ga atta na.お前が地下を調べてみるって言ったおかげだよ。まさか17号たちの設計図を見つけられるとは。これを母さんに見てもらえば奴らの弱点がつかめるかもしれません。あ、それであのクリリンさん、見つけたこの設計図を母さんに届けてくれませんか？え、一緒に行かないのか？俺、父さんと一緒に修行をしてみようと思うんです。もし本当にスーパーサイヤ人を超えられるのなら、俺も。でもベジータが一緒にやってくれるとは思えないけど。かもしれません。でも一人でするより対戦しながら修行した方がはるかに伸びが早いのは父さんも分かっているはずです。そうか、覚悟はできてんだな。分かった、頑張ってこいよ。はい。Esperienza storia。クリリンと別れたトランクスはベジータの元へ向かい、一方でクリリンは設計図をブルマの元へ届けた。ドクター・ゲロの天才的な頭脳を惜しみながらも、ブルマたちは人造人間の弱点を探り始めたのだった。そして2日が過ぎ、3日が過ぎていった。ピッコロたちはカメハウスを起点にセルの行方を追っていたが、巧妙に姿を消すセルを捕らえることはできずにいた。何もできぬまま、ただただ人々が襲われ続けていた。例の怪物が今度は南地区48地点の町に現れたようです。すでに住民の半数余りが。うん、今度は南地区か。くそ、まだ間に合うかもしれん。行くぞ。頼んだぞ。しかしセルめ、むちゃくちゃやりおるわい。アンレ、みんな行ってしまっただか。ごはんちゃんも。ごはんちゃん気ぃつけるだぞ。うまく見つけることができればよいが。悟空。お、もう大丈夫なのけ？あ、病気はすっかり治ったさ。よかっただ。心配かけて悪かったな父。カムシニーのじっちゃも。よう回復した。ところでさっきみんなが出てったみてえだけど、もしかしてセルっていうやつか？うん、そうじゃが、なぜセルのこと？夢の中でみんなの話聞いてた。大体のことは分かってる。なんと。オラも修行しねえとな。もう戦う気け？ダメだ、もっと寝てねえとダメだって。心配すんな、まだ戦うわけじゃねえ。今のベジータに勝てねえんならオラにも勝てねえから、修行して上を目指そうと思うんだ。
スーパーサイヤ人の上をな。スーパーサイヤ人のさらに上を目指すやと。父、ご飯も修行に連れてってやりてんだが、いいか。冗談じゃねえと言いてえとこだが、止めたって無駄だべ。しょうがねえな。どうせならうんと強くしてやってけれ。父、ただしこの戦いが終わったら今度こそご飯ちゃんの勉強の邪魔をさせねえだぞ。そんでもって悟空さは働いてもらう。あ、サンキュー。じゃ行ってくる。こいつで近づけばセルに気を悟られる心配はない。今度こそ。ずる賢いやつだ。近づいても隠れられては探しようがないぞ。悟空、うん、どうやって来たんだ。例の瞬間移動ってやつか。あ、もうしっかりいいのか。まあ腹は減ってっけどな。神殺様、名前まで合体させるんじゃない。基本はほとんどピッコロなんだ。ピッコロと呼べばいい。ほら、今のまんまじゃ人造人間にもセルってやつにも勝てやしねえ。ご飯連れて修行に行ってくる。たった一日で一年間の修行ができる場所へ。そうか、精神と時の部屋へ行く気だな。しかしあの部屋で1年間過ごし通せた者はいない。昔のお前もせいぜい1ヶ月がやっとだったはずだ。あの時と今は違う。今度は大丈夫だ。それとあとベジータとトランクスも連れて行く。あいつたちもきっと耐えられる。ならば早く行くんだ。セルは人間を殺しどんどん力をつけてきている。ああ、悟空、聞かせてくれ。フリーザよりもとんでもねえ敵が現れて怖いか、それとも嬉しいか。両方だ。そうか、諦めてないってわけだな。いいぞ、ご飯行こう。ベジータたちを呼びに行く。はい。ベジータさんたちはどこで修行してるんだろう。ずっと向こうから木を感じんな。行ってみようぜ。OK。Molto bene ragazzi, io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima, ciao belli.